南あわじ市にあります株式会社 A&H ファームの圃場にやってまいりました。こちらでは主に玉ねぎやブロッコリーなどを生産されています。そして本日はこちらで神戸市のフットボールクラブに所属している小学5、6年生が玉ねぎ収穫体験を行うみたいです。私たちも一緒に収穫体験を行いながら子どもたちにお話を聞いてみたいと思います。はい、こんにちは。今日は見てない通りで畑やってきました。後ろに玉ねぎがいっぱいあります。はい、今日はその玉ねぎの収穫の体験をしてもらうので頑張ってください。はい、玉ねぎ取るぞ。こないして見えたらここ切れるからちゃんとこうやって丁寧にこうやって見てください。丁寧に。わかった？わかった？はい。取れるはずがない。見といてな。こうやってここだけ引っ張ると無理だろうかな。取れる取れる。こうやってどこも頑張れ頑張れ。取る。あ、取れそう。取れる取れる。あ、取れた。どうですか？すごくでかいです。こっちもって多分こっちも。全部ある。結構重たいですよね。ライオンさん、玉ねぎライオンさん。すごい。めちゃくちゃ大きいです。おお、でかい。でかい。でかい。めちゃめちゃでかい。玉ねぎ。ディズニーやると幅広いやろ。ディズニーめちゃめちゃおる。ディズニーいっぱい。いけ。取れたぞって。取ったぞ。あ、いいね。足元さんも取ったぞ。若いって。いい待ってよ。なかなかこういう玉ねぎ収穫する機会とかないよね。初めて。ブータン植えよ。どうですか。いやかなりきつい。まだ1列目なんでちょっとこれから何列もあると思うと体が持つかどうか。頑張りましょう。どうやった？難しい？難しかった。サムネオリジン！絶対サムネになりたい。絶対サムネになりたい。なんで？サムネになりたい。サムネになりたい。サムネ。サムネ。サムネ。YouTube。やげる。なんで？書いてあるかここ。この土地欲しいわ。この土地全部人工芝にしたから。はいはい、わかんや。そしたら玉ねぎ食べれへんやないか。そしそうなんか。おおおお。たた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 た。これが玉ねぎです。わきっしょ。これも玉ねぎですか？これは玉ねぎじゃない。これ。おでかいでかい。そしたらおいっぱいいっぱい。こちらが A&H ファーム専務の石井家さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここの畑ではどういった玉ねぎの品種を育てているんですか？ここの圃場でいうと、もみじっていうのが7割ぐらいあってて、でこの今足元にあるのが、マンゴー品種の785の品種 で今年から多分名前がつくし、だいたい6月の中旬ぐらいの収穫をされるんですけど、そうですね、最盛期っていうかピークは6月上旬ですね。はい、でまあここは遅い品種が植えられてるんで、まあ、うちの、まあ、栽培体系でいうと最終の補助ぐらいですね。はい、だいたい A&H さんはどれぐらいの補助の面積を考えられているんですか？管理している補助が大体、9ヘクタールぐらいで、玉ねぎの栽培補助っていうのが、まあ、今年でいうと 5.5 ヘクタールぐらい栽培しています。全部こうやって手作業で。今日は、まあ、たまたま収穫体験なんで、こういう形で収穫してもらったんですけど、基本はこの掘り取り機で、まあ、掘り取って、でピッカーっていう、まあ、拾い上げる機械があって、大体トータルで何日ぐらいかけられるんですか？まあ、うちでいうと、まあ、品種すごいリレーしてて、収穫のスタートっていうのがすごい早くて、年明け1月から収穫スタート、極早生品種っていうのが、まあ、一番最初に収穫始まるんですけど、まあ、そこから順番に品種リレーして、ずっと、
まあ、今日今6月12日ですけど、まあ、6月中旬ぐらいをめどに、玉ねぎの収穫が終わる。ここってもともと水田？あ、ここは畑なんですよ、はい。ただ、まあ、淡路島で、まあ、玉ねぎ栽培されてる圃場っていうのはほぼほぼ水田ですね。9割以上は間違いない水田。従業員ってどれぐらいいらっしゃるんですか？今うちの社員で6名、はい、人はまあ家族、父母で私で3名。いつ頃から始められた？会社自体が、2014年の2月設立で、私が帰って、まあ、就職したのが、その1年後なので2015年とかですかね。それまでは何か別なことで。あ、そうですね、はい、ちょっと会社員、大阪の方で会社員をしてて。始められたきっかけみたいなのあったんですか、農業を？まあ、法人化っていうのは一個のきっかけですかね。もともと祖父祖母がずっと農業をやってたんですけど、まあ、それを法人化したんで、まあ、そのタイミングでちょっと、まあ、帰ってきて家業を継ごうかなっていう。初めの方苦労はされましたまあ初めの方というかずっと苦労ですけど、ね、祖父祖母とか父母農業やってたんで流れとかは分かっているんですけど、まあ、細かなところずっとその農作業手伝ってたわけじゃないんで、まあ、たまにしか手伝ってなかったんで、まあ、ずっと農作業っていうところで細かいところがまあやっぱ知らないところ、いろいろ教えてもらってから覚えてきた感じですかね。子供たちにこういう機会に伝えたいこととかってありますか？まあそうですね、やっぱ玉ねぎっていうか、まあ、農作物どんな感じで多分圃場にあるかとか知らない人がいっぱいいてると思うんですよ。玉ねぎどういう風に大きくなってるとか、圃場にあるか田んぼにあるかっていうところを覚えて帰ってもらって。普段食べてる玉ねぎがどういうところに出るかとかを知ってほしい。そうですね。で、まあ、やっぱり自分で取って帰った玉ねぎってやっぱ特別感あると思うんですよ、まあ、スーパーとかで買うより。でまあ、それでやっぱり玉ねぎ好きになってもらったり、まあ、野菜に馴染み持ってもらえるようになればいいかなと。ありがとうございます。ありがとうございました。元気で正直疲れ果てたんですけど、でも普段の玉ねぎがこうやって収穫されてるんだなって思うと感慨深かったです。矢部さんどうでしたか？そうですね、こんななんか大きい玉ねぎがいっぱい凝縮して植わってるの初めて見て、でも一個一個がすごい大きくて、なんかこんな風に美味しい玉ねぎが栽培されてるんだなとすごい感動しました。これで終了となります。ご視聴ありがとうございました。この動画を見て興味を持ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。